そうですね、ちょっと結構近づけていただいて、あ、はい、はい、小さいですか。あ、今僕は大丈夫です、はい、いいですか。はい、皆さん大変失礼しましたウェブマイクの方が感度が悪いようで、この別マイクを持ってきたんですけども、ちょっとこうやってね、はい、かなり近く話さないといけないみたいで失礼しました。山根さん、つないでいただいてありがとうございます。佐野さんも、あ、はい、いや、でも本当山根さんね、はい、すっかり YouTube 上手になりましたよね。いえいえ、まだまだとんでもないですいやでも本当この度はね、はい、あ、皆さんどうも、今日はね、初めましての方はいらっしゃらないんですけども、速稼塾の久保です。いつもお世話になっております。今日はあの西川倉さんの山根さんとこのズーム対談で、あの山根さん先日チャンネル登録がね1000名を超えられて、はい、でますます順調に、そして楽しまれてると思うんですけども、はい、今日はそのあたりのね、あの、はい、この振り返りといいますか、コツというか、はい、何点かね、あの、はい、このままに、語っていただきたいなと思いまして、まあ、私がいくつか質問させていただきますので、お答えいただければと思います。はい、それではちょっと軽く自己紹介していただいて始めましょう。よろしくお願いします。はい。はい、皆さんね、こう来てくださっている方、こう皆さん知っておられる方ばかりなんですが、本当にね、こう来てくださってありがとうございます。僕はね、西粟倉村の山根淳二と言います。この岡山県のね、県北に位置したね、小さな村でね、兵庫県とこの鳥取県の間に挟まれたこう小さな村なんですけどね、人口が1400人ぐらいでですね、なんとね、93% がまあ森林に囲まれた、まあ、小さな村からね、あの、YouTube を発信している山根淳二と言います。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。山根さんにいただいたお箸、もったいなくて使えてません。はい。あの時ね、はい。去年ですね。はい。去年、バランスボールオフ会の時ですね。そうですね。はい、はい。はい。まあ今ね、今年はこんな状態でいろいろと悪い病が流行ってますんで、行き来ができなくなっちゃったんですけども、はい。またね、いろんなこと、元通りにはならないかもしれませんけども、はい。徐々に皆さんのね、こう、頑張りで、まあなんていうんですか、新しい生活様式っていうのができると思いますんで、その時はまたあの伺いますんで、よろしくお願いします。はい、また待ってもらいますので。そうですね、とってもいい場所だったんで、はい、私もまた伺いたいと思います。はい、例のね、西粟倉山荘かなんかはちょっと止まってないですからね、あそこに今度はあそこはですね、粟倉荘っていうんですけど、あそこもね、今ちょっとコロナの関係でね、やっぱりちょっと閉めてるんですよ。閉めてる感じですか。はい、うん、はい、なるほどね。はい、皆さん、西粟倉村ってご存知ですかね。今、紹介していただいた部分があるんですけども、なんと、世界で初めて暗号通貨を開発して、村おこしに使ってるという。そう、そうです、そうです。ね。かなり最先端な部分が、西粟倉村って、ちょこちょこありますよね。はい、はい。うん。例えば、ベンチャーの方とか、100人ぐらい入られて、うん。ローカルベンチャーのね、方がね、村民のですね、約1割ぐらいが、まあ、ベンチャー含めてですけど、こう、はい、移住者の方がね、だいたい140名ぐらい来られて、うん、はい。皆さん活躍されているという感じですね。はい、その辺も、山根さんよろしかったら今後、取材などされると、村の皆さんも。そうですね。はい。はい、はい。なんか結構若い村だねっていう感じになるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、だんだんこの移住者の方が来てくださって、まあ、子どもさんとかも増えてきてね、まあ、人口はこう減ってきてはいるんですが、はい、逆にこう若い人がこう増えて、元気になっていってるかなっていう感じですね。はい、あ、なるほどね、はい、まあ、そういうことも楽しみな西粟倉村の山根さんなんですけども、はい、チャンネル登録、YouTube の方が1000名を超えたのはいつ頃でしたっけ。1000名を超えたのはですね、この7月ですね、7月で超えてですね、はい、この例のこのはがきですね、はいはいはい、Google からね、おお、来た来た、収益化がこうできますということで、こう手続きをして、はい、こうそれがで1000人になって収益化になったのが、この7月からね、です、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。突然のところ、この感想をね、聞いてみたいなと思ったんですけども。はい、いや、感想ですね。感想はですね、まあ、
正直ね、こんなも田舎者のね、はい、おっさんが、この1000人行くとはね、思ってませんでした、正直。うん、まあ、最初、まあ、趣味的なとこからね、こう、ギターの、はい、こう練習動画とか、まあ、筋トレとかね、はい、やって、で、その、実際、こう、1000人に行くっていうのは、まあ、今でも、まあ、信じれないんですけど、はい。そのね、まあ、友達なんかも、まあ、最初の頃は、まあ、YouTube 動画やってると、あの、まあ、お前が1000人行くわけないよとか、まあ、途中で、はい、そんなにやめた方がいいよとか言われたんですけど、はい、まあ、頑張ってこれて、うん、まあ、まさかね、1000人行くとは思ってなくて、本当に嬉しい限りです。嬉しいですよね。はい。やっぱり YouTube を公開して、1000人っていうのは一つの区切りといいますかね、収益化できるできないってとこもあるんですけども、はい、うん、一つの目標ではありますからね、感無量だったと思います。はい。で、その活動の中で、はい、この、まあ、始めてからね、100人の時もあれば、はい、200人の時もあっていろいろあったと思うんですけども、はいはい、なんか今までの YouTube 活動でこれ良かったなって思うことってどんなことがあります？そうですね、良かったことはですね、まあと言いますかね、こう、まあ、速稼塾を通してね、はい、こう YouTube 仲間が増えたっていうことが、はい、まあ良かったの、まあ一つが良かったのとですね、はい、まあ、最初、まあ僕が YouTube を始めたきっかけっていうのは、まあこの西アクラ村をこう離れて、はい、こうね、都会とかで頑張っておられる方に、まあ 西アクラ村はこんなふだよというふうに伝えることができてね、はい、うん、その遠くからですね、はい、応援してくださる方が増えたりしてですね、うん、それとまたこの先ほども言ったこの移住してこられる方ね、はい、移住してこられる方がやっぱり行き先をこう調べるじゃないですか、 YouTube で、はいはい、そしたらYouTube で調べたら山根淳二出てきて、その、まあ、移住する前から僕のチャンネルをこう見て、はい、見てたよって言ってくださってね。はい、それで、まあ、その方とも交流ができたりしたということでね、まあ、本当に、まあ、そこが一番良かったかなと思える部分ですね。はい。はい、はい、そうですね。やっぱりこの、こちらからは誰が見てるのかわからないけど、はいはいはい、見てる方は、山根さんのことをよくご存知っていう、この変なタレント感覚っていうのがね、ちょっとあるんですよね。はい、そうよね。なんか不思議ですね。不思議な感覚で、はい。そうなんですよ。やっぱりね、視聴者さんっていうのは多かれ少なかれ、山根さんにカリスマを感じてね、オーバーじゃなくって。きっと山根さんから他の YouTuber さん見ても、一定のカリスマって感じると思うんですよ。自分だけのカリスマだ、みたいなね、はいはい。本当に今度は山根さんがそう思われてる番ですから、うん、なんか身震いするようなね、ちょっと、はい、背筋が寒いような気もすると思いますけど、はい、まあ、何にしても YouTube を通じて出会った人との感動ってのは、はい、かけがえのないものになると思うんですよね。はい、もう今日もね、綾沢ちゃんとかね、同じ岡山の、ね、ちょっとね、なかなかこうチャットとかこう見る余裕がなくて、今見たらね、こう綾沢ちゃんとかも来てくださって本当にありがとうございます。あ、本当だ。ちゃんとが展開されてる。ノクさんも。はい。これってね、なんか、僕らが、多分ね、山根さんと僕ら同じ世代なんですけども、はいはい、10代の頃、中学生ぐらいの頃って、ハムっていうのがなんかありませんでした？ハム無線。ハム無線。ハム無線。なんかね、電波を調整して無線機を買って、はい、で、遠くの人と連絡を取るマニアックな通信方法があって、はい。なんかそういうので、もしもし、なんとかかんとかかんとかどうぞ、みたいなんでね。ああ。やってた人がいたんですよ。はい、はいはい。あれに似たような感覚で、電波の向こうに知らない人がいて、はい、その知らない人がだんだん、友人みたいになったりね、身近な人になっていくみたいな感覚があって、はい。まあ、なんていうの、文通にも似てるんですけどね。なんか、YouTube って基本的に、誰かに見てくれって言って、こう、勧誘することができなくって、YouTube 上げっぱなしじゃないですか。で、はい、誰がそこにアクセスするか分かんない中で、うん、まあ、YouTube のね、山根さんの YouTube を紹介する人もいれば、偶然たどり着く人もいて、まあなんか、こう、今日に至るっていうかね、一つのコミュニティができて、それがなんとね、1000人になっていくっていうのは、なんか一つの町とか村を、なんかこう、経営してるような感じなんですよね。ふらっと立ち寄った人がそこになんか居心地いいなと思ってね、住んでくれるみたいな。まあ、ということでね、山根さんも、そう、村長さんみたいな感じです。ちょうど、今、1100人ぐらいいらっしゃると思うんですけども、チャンネル登録の方。はい、はい、はい。西アクラ村の人口にだいぶ近づいてきたと。そ
そうですね。こんにちは。そうです。でも、まあ、友達とかも、まあ、チャンネル登録してくれてる、はい、と思うんですけど、ええ、まあ、逆に、まあ、西アクラ村の人より、まあ、他の方の方が、まあ、多いかなっていう感じなんでね。はいはい。きっとね、はい、西アクラ村っていうのは、まあ、都市部ではないわけですよね。どちらかというと、はい、まあ、山間部と言っていいのかな。はい、ちょっと地方に当たるんですけども、そういうところの気象情報とか、例えばね、何かあった時の災害情報とかっていうのは、YouTube が貴重な情報源になって、しかも早いんですよね。はい、取材が来るよりも。だそういう意味もあって、僕いろんな地方が YouTube をやればいいなと思ってるんですよね。都市部はまあ割とニュースサテライトとかっていうのがありますんで、情報早かったりするんですけどもね。まあその中でね、YouTube をやって今まで山根さんいろいろと悩まれたこともあったと思うんですけども、はい、なんか困ったこととか、はい、あ、はい、YouTube で発信したらこういうことがあるのかっていうふうな気づきっていうのはなんか印象深いのあります？はい、そうですね、まずですね、まあ、まあ、今考えられるのはですね、その、まあこんな僕でも、まあたまにこう、今の言葉で言うとバズるっていうんですかね、はい、動画が、はい、そうバズった動画には、はい、結構アンチの人がすごいですね、あれ。はい、でな、あれね、なんだったかな、マスクですね。うん、マスク、はい、マスクを電子レンジでチーンってするっていう。おー、あれね、人気でしたね。はい、すごい来たんですが、はい、やっぱり中にはまあいろんな考えの方がおられて、まあそんなこと、お前は何者だとかね。あ、そんなことを、まあ、はい、人に危ないことを教えるなとかね。はい、まあ、すごい来て、最初はもうすごい嫌でも、その、認めてほしくって全部返信でね、返信して、僕はこうなんですって、やってても、はい、もう拉致が開かないことになってね。あ、はい、まあ、その、最初もイラッとしても、うん、もうなんで、こう分かってくれないんだっていうことで、もうアンチコメントにちょっと困ったっていうことがありましたけど、はい、まあ、いろんなね、まあ、考え方があるんだということで、はい、まあ、なんとか切り抜けたというか、はい、そういう、まあ、それが、まあ、ですね、アンチコメントにちょっとびっくりしたっていうのとですね、はい、以前、まあ、仕事関係でね、はい、とある少女とね、知り合うことがあって、はい、ええ、その少女はですね、ちょっと言い方があれなんですが、まあ、ちょっと障害があるというか、うん、方で、はい、そのことをちょっと話をする機会があって、ええ、その子がね、やっぱり親にも言えない今後の自分の生き方とかっていうものを、はい、すごい僕に語ってくれたんですよ。ああ、ありましたね。はい、はい、うん、それで僕もね、感動して、うん、まあ、もちろん、名前とかを伏せて、はい、YouTube にこういう出会いがあって僕は感動したんですっていう動画を上げたら、やっぱりね、この狭い村なんで、はい、それを見た方がね、はい、その動画やっぱり不適切なんで、うん、削除した方がいいよとかね、はい、いや、もう名前も伏せてるし、こう、はい、誰かっていう限定されないんで、まあ、僕の気持ち伝えたんで、うん、そんなんいいじゃないかって思ったんですけど、はいはい、やっぱりそういう方の意見を聞いて、そうか、これも、まあ、こういう意見もあるんだなっていうことでね、はい、うん、そういう動画を削除しちゃったっていうこともあって、うん、はい、まあ、それが嫌なことではないんですけど、まあ、こうなんかやってて困ったことっていうあげると、まあ、その点ぐらいですかね、うん、なるほどね、はい、やっぱこういろんなね、気づきってのありますよね、はい。やってみたらこうだったみたいな。はい。で、私今のね、山根さんの例、当然私も同じように経験したんですけども、はい、まあ、YouTube をやめてしまえば、もうその悩みから解放されるんですよね。はい。でも、これね、学校に行っている、こう、中学生の子とか、高校生の子とか、もしくは小学生の子が、スマホで、LINE で、こういうことをやられたら、スマホをやめても学校に行ったら、そのいろいろと言ってくる人が目の前にいるんで、本当全部の世界が閉じられちゃうっていう気持ちは、あ、わかるなーとかっていうふうにね、私は思うことが結構あって、反論してもやられるし、黙っていてもやられるしで、本当にこれね、コミュニケーションの仕方とか、こう、相手のね、相手に対する敬意とか尊重心っていうのを忘れて攻撃に走ると、本当この村八部というか、この日本という狭い社会の中でね、
なんか行き詰まってしまうっていうのはあるなと思うんで、私たち発信者は、なんかこう、アンチコメントとかね、悪い向かい風が来るときに、どういうふうに、それを、かわしていけばいいのか、立ち向かっていけばいいのか、もしくは、相手にしないっていう方法なのかな、こういうのを、次の世代とかに伝えていければいいですね、やっぱり発信者として、そういうことはできると思うんで、はい、やっぱ、共通の悩み持ってますね、そこら辺はね。多分、今日集まってくださった方は、もう人生の中で、多かれ少なかれ、良かれと思って言ったこと、やったことが、思いもしないようなね、逆風にさらされて、すごい寂しくって、で、行き通ってみたいなことをね、くぐり抜けた方ばかりだと思いますんで。そうですね、メンバーを見ます。そうですね。はい。いい仲間が揃ったなと思いますね。はい。まあ、これからもね、YouTube 始めようっていう中学生とか、高校生とかいると思うんですけども、はい。まあ、私たちがね、やっぱこう YouTube って世界を少しでも、綺麗なものに作っていきたいですね。はい、そうです、ね。ちょっとね、おこがましいところありますけども。はい。はい、それでね、この辺で山根さん。はいはい、YouTube で今日も来てらっしゃいますけども、今日来られなかった方も込みでね、はい、YouTube を通じて知り合えた方へのちょっとメッセージを山根さんからいただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい、こうね、本当にこう、今ね、見に来てくださった方ね、もう速稼塾メンバーの方であったり、はい、速稼塾の方でね、はい、本当、もう いつもね、見てくださって、本当に感謝しています。はい。それでね、まあ、先ほども言いましたが、こう、地元を離れて、こう、都会で頑張って、ね、この西アクラスの出身者のね、方も遠くから応援してくださって、本当にね、もう、ありがとうございます。まあ、本当に、まあ、感謝の気持ちっていうかね、はい。それをもう、伝えたいです。はい。はい。そうですね。それがもう何よりだと思いますね。はい。はい。うん、ええ、もうそれにつきますか、もう。そうですね。それにつき、はい。はい。まあ、強いて言えば、西アクラソンに来てちょうだいみたいな感じですかね。そうですね。そうです。西アクラソンね、まあ僕、まあ発信してるのも、まあ西アクラソンの、まあこんなね、とこが素晴らしいよとかいうことも、まあ発信してますので、まあ西アクラソンにもぜひね、うん、来て欲しいかなと思っています。はい、まあ、ご案内しますんで。そうですね。はい、ところで山根さんは西アクラソンにずっといらっしゃったわけではなくて、はい、多分別の土地で暮らされていたのをあるきっかけをもとに西アクラソンっていうところにやっぱこう戻ってきてですね。そういうふうな経緯をたどって改めて西アクラソンの美しさとか優しさに気づいたのかなっていうところで YouTube 始められたっていうふうに私はこう、お付き合いの中で認識してたんですけども、やっぱり土地を離れられたことっていうのがあったんですかね。いや、その土地は僕は離れてないんですよ、実は。あ、そうなんですか。ずっとね、ずっとこの村に、今ね、49歳なんですけど、はい、ずっと住んでて、はい、まあ、YouTube の始めたきっかけっていうのは、まあ、この自分がね、こう、何かにチャレンジしたいということもありましたし、はい、まあ、そうですね、この、まあ、チャレン、自分を何か変えたいっていうことからも、まあ、速稼塾にも入って、はい、そこからですね、こう、YouTube も、この塾長のもっと、こう、いろいろ教えていただいて、やってきたっていう経緯ですね。はい。はい、ああ、そうだったんですね。じゃあ、ちょっと私、ちょっと誤解してましたね。はいはい、すいません。ずっと西アクラソンラブで。はい、そうです。ええ、私ね、今でもね、はい、よく覚えてるんですよ。山根さんから私の方に最初のメールが入ってきて、はい、で、西アクラソンね、間っていうところじゃないですか、間サーキットがある。はい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 、で、私、それをね、あ、結構岡山のあそこか、これは会いに行く日があるなと思って、返信をしたんですよ。会いに行きますよって。そしたらまあね、あ、ぜひ来てくださいっていうよりも、ちょっと遠慮したような感じで、遠いからいいですよみたいな返信があってね。なんですかね。はい。まあでもね、そういうのもあって、すごく印象深かったのと、はい、だったら絶対行かなきゃなと思って、まあそれが去年実現したということでね。はい、そうですね。はい。山根さんにはもう並々なる思い出が私にもあります。ありがとうございます。あ、いや、こちらこそ本当にライトライダーでね。はい。懐かしい思い出ですけどもね。はい、さあ、それではね、はい、山根さんは YouTube を始められた頃のことを今日は少しお話しいただいたんですけども、はい、うん、例えば今日からとかね、
もしくは明日から近々 YouTube を始めようかなっていうふうに考えている方にメッセージを伝えるとしたらどんなことになります？はいはい、そう、僕がまあ偉そうには言えないんですけどちょっとね、僕ちょっと何点かねちょっとまとめたんですよ。ああ、いいですね。はいはい。はい、それでゆっくりどうぞ。まずね、こう、これから YouTube を始められる方はですね、はい。まあ、僕、まあ、速稼塾の教えでもありますが、まあ、勇気を持ってね、はい、まず、動画をまず1本出してもらってですね、はい。最初僕もこう YouTube でこう何を喋っていいのか、まあうまいこと喋らないといけないとかね、思ってね、こうなかなか上げれなかったんですけど、はい、まあそこはまあ勇気を出して、まあ動画とりあえずまあ一本出してほしいと思います。はい、まあそうしますと、まあ最初のうちなんかもう全然物の見事に誰も見てくれなくて、まあそこでまあこうちょっとまあ誰も見てないんだからっていうことで、まあこうちょっとずつ練習してばいけばいいんじゃないかなと、はい、いうのが、まず一つとですね、はい、それから、まあ、自分が、まあ、テーマが決まっている人はいいんですけど、まあ、僕なんかいまだに、まあ、テーマは決まってなくて、はい、いろいろこう発信してるんですけど、はい、最初はまあ何でもいいのでこうとりあえず、はい、例えば、まあ、そうですね、まあ、腹が減ったからちょっとラーメン食べようとか今日は西アクラソンは雨ですとか、はい、いうとこから始めてもいいんじゃないかなって思ったりね、うん、はい、うん、それでまあだんだんそうこう皆さん、あとね、そう、はい、ね、まとめが下手ですいません、とんでもないです、はい、あと塾長がね、こう師匠がまあよく言っておられた、この最初誰も見てくれないんだから、はい、自分でこうチャンネルを宣伝、はい、宣伝していくっていうこと、まあ友達であったり、はい、僕のチャンネルを見てくださいって、はい、まあ、僕最近でもやってるんですけど、まあ美容院に行った時にね、僕はちょっと YouTube やるんですけど、ちょっと見てもらえますかってね、そしたらまた見てくださったり、そこからまあこうだんだん、あいつちょっと YouTube やってるからちょっと見てみようって感じで、はい、増えていく、まあ、それも一つかなっていうところがありますね。ありますね。はい。はいはい、うん。あとね、ちょっと待ってくださいよ。どうぞ。まあ、ざっとそんな感じですかね、僕が今思いついたところですね。はい、あと一つ、今ね、こう聞いておられる方も僕の喋りを見たら分かると思うんですけど、あんまり全然上手くないんですけど、まあ自信持って、もうカッコつけずに、はい、ありのままをこう発信するっていうのが、まあ一番大事かなと思います。はい。それをまあ、これからも始められる方にね、はい、こう伝えたい気持ちです、はい。はい。そうですね。まさに。はい。カッコつけてもなかなかね、そのテンションって続かないんで、はい、ありのままの自分をお見せしてね、はい、無理のないところ、それでファンになってくれる方に対してもっと心を込めていけば自分だけの世界ってできると思うんですよ、はい、それこそね、塗り固めた自分を出しちゃうと、その嘘の自分に魅力を感じた人が近づいてきて期待度だけ上がって疲れちゃったりするんでね、はいはい、うん、だからやっぱりこう私もそうなんですけども、トークをしながら割とね、こう舌がもつれると言いますかね、言葉が出なかったりするんですけども、もう編集も何もなしでそのままほったらかしというね、それでもいいよっていう心の広い方がずっとチャンネルを解除しないでいてくれるんで、まあ成り立ってるかなと思います。うん、まあある意味ね、自分勝手なことをやらせてもらえる空間ですから、うん、多少この相手の方にもやっぱり配慮もいるんですけども、その自分を壊して無理してね、デコレーションしすぎるほどはやんなくてもいいのかなと思いますし、ラマリさんは十分魅力的なんで、JY ジュンみたいなね、プロジェクトもあったり、ランボーみたいなことをね、土地を生かしてやったりね、それから基本的にはその、西アクラソンの美しい緑とか、その今だったらね、紅葉っていうかね、山の色が変わるところが、ちょっとほのかに見えて、やっぱそれはね、うん、その YouTube の中で目を引く異質な魅力がありますね。私もね、同じような、こう、感想をいただいたことがあって、確かそれは2017年ぐらいなんですけども、あの頃って暗号通貨の情報発信をよくしてたんですよ。はいはい、そうするとね、私だけこうやって和服でやってるんで、
家で。でも珍しいということで、そのなんか何気なさがいいんですみたいな感想をいただいて、無理しなくてよかったみたいなね。他の人はみんなタワーマンションでやってましたから、スーツ着て腕組みして。で、消えてますから、そういう人は。なんかお金かっさらって。まあそんなこともあったんで、やっぱりね、あの、普通の人が普通の発信をするところが、YouTube の魅力だと思いますんで、山根さんはね、ぜひね、山根さんのままで、私も発信してもらいたいなと思いますから、いろんなことを挑戦しながらやればいいんじゃないですかね、それにプラスアルファで。はい、ありがとうございます。そうだ、思い出した。確か、チャーハンとカップヌードルみたいなのが、これまた人気でしたね。あれもね、結構見てくださって。はい。なんか、ちょうどね、なんかブームが来てたんですよね、あの時ね。そうです、そうです、うん、その時ね。結構やる人が多くって。そう、それにちょっと乗っかってみたりね。はい。はい、いや、もう乗っかるのすごく大事なんで、乗っかってばっかりだとまたね、はい、ちょっとこう、振り回されて疲れちゃうんで、はい、あ、これ乗っかっとかないとな、みたいなのがあったら、カップヌードルとかチャーハンだったらすごくお手軽なんでね、良いかなと思います。はい、うん、まあ、芸能人が叩かれてるのに乗っかるのはね、もうあんまりお勧めできないんですけども。あれはね、ちょっとね、はい。はい、まあでも西アクラソンでなんか熊が出たぞみたいなのはね、放送してもらったらなんかいいんじゃないかなと思います。たまに出るでしょ。熊がね、よ、最近やっぱりこの冬眠に備えてですかね、はい、こうよく西アクラソンでこうどこどこで熊が出たっていう放送はね、はいはい、最近でもあってね、それもまたちょっと YouTube でアップしたんですけどね。はい、はい、出ましたね。うん、はいはい。うん、いや、もうそういうローカル感って、はい、やっぱり、うん、すごく魅力なんですよ。山根さんがこれだ、こういうのだったら山根さん放送するだろうなと思ってるのが出たみたいなね。で、サムネイルとかタイトルの付け方もすごく、マッチしてまして、山根さんの色がよく出てるなと思うんですよ。はい、うん、ですんで、これから、無理にね、チャンネルを増やさなくてもいいと思いますけども、この形で十分増えていきますんで、引き続き、はい、楽しんでいってもらいたいなと思います。はい、うん、頑張ります。ねえ。あと、美容院さんの話はいいですね。はい。うん。私ね、町内会で YouTube の放送してるんですけども。ああ、はい。やっぱりね、視聴者増えるんですよ、それでも。ああ。うん、なんか嬉しいですよね。この口づて、この、伝って割るんでしょうね、この、また見たら、その次の方に、こう、あ、ちょっと YouTube やってるよというふうに、宣伝してくださって広がっていくんですかね。はい、それはありますね。YouTube ってなんせアカウントを作らなくても見れるんで、唯一。あ、はい。うん、だから、なんていうんですかね。最近のなんちゃってスマホと言っていいのかな。結構、ご高齢の方がスマホみたいな、ガラケーみたいなのを使ってらっしゃいますけども、はい、あれで見れちゃうんで、はい、割とこう、見ていただけてね、うん、なんかその町内の、こう、連絡事項っていうのが、それで済んじゃう場合もあるんで、まあ、そういう意味でもね、うん、やってよかったなっていうのはありますね。はい。まあ、山根さんもね、いろんな活動に活かしていただければと思いますけども、じゃあもう一個だけね、私の方から聞いてみたいんですけども、その、うん、YouTube で、これから山根さんが、こういうのやってみたいなっていうのがありましたら、もし秘密じゃなかったらね、秘密じゃなかったらちょっと秘密ではないんですけどね、はい、やっぱりね、この、今、まあ、1000人になってですね。はい。そう、チャンネル登録者さん、まあ、1000人になって、次は、まあ、1万人に行きたいんですけど、うん、はい。なかなかこのトークスキルだとなかなか難しいと思ってるんですけど、まあ、はい、師匠のようにね、こう、もっとつらつらっとこう、ズバッとこう言えるようにね、やりたいっていうところ目標ですね。その、あ、収益化と、こう、とかっていうよりね、もっとこう、はい、どう言ったらいいですかね。影響力っていうかね。はい。もうちょっと自分がこうドシッと構えて発信できる YouTube を目指したいかなっていうところですね。はい、ああ、なるほどね。うん。ちょっと、かっこよすぎますか。いや、トークが上手になりたいっていうのは、やっぱり、この、物事を伝えるっていう立場になると、ずっと思うことでもあるんですよ。はい。はい、まあ、私もそれは同じでね、やっぱり上手に喋りたいとか、はい、短い言葉で重要なことをたくさん伝えていきたいなと思ったり、やっぱいろいろ思うことあるんですけども、特にね、トークのトレーニングをするわけでも、ボイストレーニングをやるわけでもなく、まあ、なるべく誤解なく伝えようかなって意識するぐらいで、まあ、これは日進月歩かなと思うんですよ。
ね、失敗しながらアンチコメントいただきながら、それを全てを学びとしてね、あ、こういうふうに聞こえてるんだなと思ったら、素直に別の方法探そうかなとかね、うん、はい、戦ってばかりではなくて、そのアンチから学ぶぐらいの貪欲さがあってもいいのかなとは私は思うんですよね。もちろん応援してくださる方のメッセージ非常に励まされて勇気も出るんで、はい、嬉しいですよね、やっぱりそういうのは。はい、それはすごい嬉しいです、はい、だからこれはね、収益化しようがしまいが何よりもの報酬なんですよ、この励ましってのが。そうですので、これからも発信する人を励ましていきたいなと思いますし、はい、励ましてあげてほしいなと思うんですよ、山根さんに、はいはい、ね、そこはちょっとね、私からはちょっとお願いをさせていただこうかなというところですよね。はい、それでね、山根さんがこれから YouTube 活動する中で、そうですね、チャンネル登録者数をそんなに強く意識はしなくていいと思いますけども、やっぱりこう増やしていきたいって気持ちは YouTube をしてる人だったら誰しもあると思うんですよ。はい、はい、はい。うん。やっぱその中で、まあ、自分のチャンネルを紹介していくね、口コミで紹介していくところもありますけども、まあ、実は別の方法もね、あってね、はい、それがそんな嫌な方法でも何でもなくって、はい、それは他の YouTuber さんをもうやってらっしゃいますけども、紹介するという方法なんですよね。はい、私の大好きな YouTuber さんですよっていうふうに紹介すると、うん、このその紹介された YouTuber さんのファンの方も見てくださるんで、お互いいい関係になるんですよ。はいはい、でそれは今ね、今日来てらっしゃる方はみんなされてるような感じで、うん、はいはい、全部皆さんね、僕とこう絡んでくださったりとか、ね、僕ことを取り上げてくださったりね、はい、またそれに対してこう動画を作ったりして、その方々からこの視聴者さんが僕の方に来てくれたりね、いうことが本当にあって、はい、本当にそのつながりって本当にすごい大ね、本当ありがたいですね、本当に嬉しいですよね。はい、嬉しいです。この前なんてね、私ね、すごくね、嫉妬したことがあって、はい、はい、それ花江龍馬さんに嫉妬したんですよ。龍馬さん見てますよ。見てるでしょ。これ花江龍馬さんにどうしても今日ね言っときたいんですけども、はい、ミスター M さんになんかね、お土産あげてるんですよ。ああ、はいはいはい。僕ミスター M さんの住所も何も知らないのに、いつの間に仲良くなったんやみたいなね。負けるかみたいな感じで、今度僕はミスター M さんにもっとすごいのあげるぞみたいな気持ちに、まあね、張り合うわけじゃないんで、はいはい、それはね変な意味じゃないんですけども、うん、なんかそういうね、あ、仲良しで先越されたみたいなね、こうポジティブな、はい、嫉妬が湧き起こってきて、はい、もっともっといい関係にこの YouTube の世界がなるんじゃないかなと思うんですよ。はい、で、山根さんはね、こうちゃんから、まあ、後ろに書いてます。ああ、そ、ね、この、これ、ね、そうそうそう。そうそうそうです。あんなむちゃくちゃやらましいですよ。いや、もう感動ですよ、もうあれ。でしょ？ずっと宝物です、もう本当に。これはね、私ね、チャンネル登録1万人を超えて、もうすぐ1万3000になるんですけども、それでもこんな A はもらったことがないですよ。はい、だから山根さんも先を越されたって感じですよ、私はね。やられたみたいな。いや、この A はね、本当すごいもう感動しました、本当に。そうですよね。はい。うん、だってそんなもう送ってくださるってね、もうこれを僕の、これ JYJUN なんですけどね、JYJUN をこう見てね、書いてくれて、こう額にまで入れてね、すごい感動しております、本当に。本当そうですよね、はい、うん、もう、あやさちゃんもね、今日来てくれてますけども、はい、ものすごい人気で、そうですね、あやさです。今朝もライブ放送してるんですけど、むちゃくちゃ人が来てて、わ、すごいなと、かなわないなと思ってね。すごいですね、あやさちゃん、本当に。だからやっぱりお互いに学ぶことって多くって、応援したい気持ちも、はい、もう次から次へと出てきますね。はい、もう、あやさわちゃんをもっと人気にしたいなとかね、山根さんにもっともっと集まってほしいなとか、はい、で、花屋龍馬さんももっとすごい人になってほしいなって、本当にこう、嫉妬がね、プラスに働くんですよね。通常だったら嫉妬したら潰してやるみたいな感じなんですけど、はい、そんなこと全然なくって、もっと伸びてほしいとかね。もうそのためには、まあ、私はチャンネル登録者数が多少多いんで、自分のチャンネルをもっともっと利用して、まあ、山根さんとかね、他の花屋龍馬さんとか、あやさちゃんのチャンネル登録者数が一人でも増えればとか、再生数が1でも増えて、なんかね、声がいろんな方に伝わっていけばいいなと思ってね。だからやっぱり、山根さんもね、これからもいろんな方を紹介すると思うんですけども、なんかすごく、紹介した方も嬉しいですね、そういうのはね。はい、嬉しいです、はい。うん、いや、だから山根さんがね、これから、しようと思ってるこの思いと、かなりこう、重なるところがあるんで、
はい、非常に嬉しいというかね、偉そうなことを言わせていただければ、はい、あ、YouTube をやってくださいって私のメッセージは伝わってるなと思いまして、はい、歓迎しました。すごいですね。はい。私はね、今日6つ質問をさせていただきましたけども、はい、以上で全てなんですよ。はい、山根さんからなんかこう、まあ、今日の感想でもいいですし、集まってきてくださった方へのメッセージでもいいですし、はい、ね、YouTube に関するご質問でもいいんですけども、少しね、フリートークと、今日は人数がそんなに多くないんで、はい、マイクを開放して、お一人ずつなんか声をいただけるようだったら嬉しいですね。そうですね、はい。じゃあ、山根さんからの問いかけがありましたら、お名前を出して声をかけていただくか、もしくはね、なんか私へのご質問でしたら、そのまんまお話しくださってもいいんですけども、多少フリートークみたいな感じでちょっとお願いします。そうですね、その、今来てくださった方、まあ一人ずつなんか、こう、今、こう YouTube されてない方も、はい。あるかもしれませんが、はい、その、ちょっと、このコメントというかなんか。声聞きたいですよね。声が聞きたいですね。はい。可能な方だけでいいんで、じゃあ今マイクを開けますんで、可能な方だけね、上から順番に、どうだ。解除を求めるっていうのを押せばいいのかな？解除してくれないかもしれませんけども、あやさーちゃん、よろしいでしょうか？解除を求めましたよ。で、あきらさんもミュートの解除を求めました。のくさんも解除を求めました。そうですね、今、解除。花谷龍馬さんも解放して、あ、皆さん開けてくださいましたね。ありがとうございます。あきらさんは、よろしいですかね、このままで。無理には申しませんので、じゃあ、あやさーちゃんからなんかこう、山根さんとちょっとお話ししていただければ。はい、顔が出てきた。素敵ですよ、今日も。どうも。はい、こんばんは。あやさーです。いや、山根さん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんかちょっと緊張しますね。なんか山根さんとね、初めてお話しするので。そうですね、ギターのあれでしたね、西アクラ弁のやってくださったりね、はい。はい、うんうんうん。それでしゃべるのは初めてですね。そうなんです。そうなんですよ。なんかね、すごいもう長い間お付き合いがあるような気がするけど、はい、今しゃべるの初めてなんで、はい、若干の緊張が。緊張しますね。さっき、布団に入ってゴロゴロしてたんで、はい、大丈夫なのかと思って、福保さんのこのね、振りが来た時に大丈夫か私と思ったんですけど。いや、山根さんのその阿波倉弁がすっごい好きなんですよね。阿波倉弁ね。はい。なんかね、阿波倉弁をこれからもバシバシ出して配信、うん、はい、ね、配信とかやっていただきたいなって思ってます。どういったタイミングでこう切り替えたらいいですかね、この。今ね、こう、カメラを向けるともうね、はい、こんにちは、西阿倉村の山根です、いう感じでね、うん、もう、阿波倉弁がなかなか喋れないんですよね。逆に。もう。いいですよ、なんかその、なんだろう、ローカルな感じが、はい、うん、なんだろう、山根さんのそのローカルな感じと、はい、素晴らしいね、西阿波倉村の自然が、すごいマッチするんですよ。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと西阿倉弁でちょっと放送をちょっとやっていこうかなと思います。はい、ぜひぜひもっとやってほしいなっていうふうに個人的に思ってます。はいはい、ありがとうございます。はい。じゃあノクさんよろしいですかね。はい、すいません。あ、こんばんはノクです。あ、こんばんはノクさん。聞こえますでしょうか。どうも。皆さんとねお話しするって一回もないんですよ。それぞれの全員とないですよね、私ね。オフ会とか出てなかったので、はい、今まで隠れキャラやってたんですけど、YouTube に顔を出すようになってから、だから久保さんとはその前に結構メールとかでね、はい、やり取りさせていただいてたんですけど、まあそんな感じで、なんか熊がね、そうそう。出るそうで。そう、ノックさんありがとうございます。熊が時速60キロで。かね、あれ、40キロぐらいで走ってくるんですね、あれ。調べてくださって、本当コメントくださってありがとうございます。いや、逃げられないですよ、あれ。逃げると、なんか修正で追っかけてくるらしいんで。ねえ、なんか逃げちゃいそうですけどね。僕、一回だけね、こう、子熊がこう、走っている姿を、
こう49年間ここの西アクラにいて1回だけ見たことあるんですけど、でももう最近ではもう出没してるっていうことなんでね、まあ、映像に撮れたらねちょっといいんだか悪いんだかねえ本当に実際に会ったら怖いですよね、熊に会ったらね、はい、ノクさんありがとうございます。でも再生数上がりそうですね、熊の息を連れたら、はい、でもいろいろはい、ではノクさんとね山根さんも交流を深めていただいたところで、ノクさんありがとうございます。ありがとうございます。次は花龍馬さんお願いします。はい、聞こえますかね、大丈夫ですか。あ、聞こえます。あ、ありがとうございます。あの顔多分出てないと思うんですけど、ちょっと設定の仕方は分からなくてごめんなさいよ。出てますね今、はい、はい、なので今日のねズームのライブすごい楽しみにしてました。すごい楽しみにしてて、久保さんがこの山根さんとやりますみたいな YouTube を出したときに、あ、これ絶対見んといけんなと思って、先ほどね、YouTube ライブしてたんですけど、ちょっとみんなに、見てくださって皆さんに9時になるまでしますって言って、もう、山根さんと久保さん見に行くんでって言って、切り上げて今日来ました。ありがとうございます。いや、ほんとね、もう最高でしたね。速稼塾万歳ですね。もうなんか1年ぐらい経ちますけどね、本当久保さんと山根さんと出会って。そうですね、ね、なんかそれで僕今在宅ワークできてるのは速稼塾のおかげだなって本当に僕は思ってるので、これからもその久保さん、山根さん、それからまあ M さん、早澤さん、ゆき子さんとかね、速稼塾の皆さんを見て、僕このままやっていけたらなというふうに思ってますので、これからも前をしっかり走っていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます、花屋龍馬さん。ありがとうございます。懐かしい、去年の今頃、花屋龍馬さん、200人いってないチャンネル登録で、でも大物になると思ったんですよ、本当に。ありがとうございます。なんですかね、なんとかコイン、なんとかかんとかっていうね、ウォートークン。ウォートークン。ウォートークンで、小野田さん、次に出るっていうのは、これはやってるなと思ったところもあったんで、やっぱやってましたね。狙ってました、ね。そうですね。はい、見つけちゃった。言ってましたね、はい、まあ、山根さんともね交流深めていただいて、またね、私のチャンネルにも出てほしいなと思いますんで、機会見つけてちょっとどっかでね対談やれたらいいなと思います。いや、もうこちらこそ本当にお願いします。もう嬉しい、頭の隅に入れておいてください。もう、もう頭の隅というか真ん中に入れておきますね。あ、本当ですか。いや嬉しいな、もう案外近いんだろうなと思いながらね毎日過ごしてますからね。福山市とどこどこでしょ、岡山のどこどこでしょ、うん、そうですね、岡山の最大地、裸祭りがあるとか。裸祭り、ちょっと、はいはいはい、なるほど。なんで、どうだろう、久保さんのとこと山根さんのところの中間ぐらいになりますね。中、うん、確か中間ぐらいですね、中間ぐらいになりますね、多分。はい、楽しみという交流が生まれるね、YouTube ですね。佐野さん、ちょっとお話いただいてよろしいです。はい、山根さん、初めてお話しさせていただきます。あ、どうも、いつも YouTube 見てくださって本当にありがとうございます。はい、コメントもね、一番です。はい、ありがとうございます。やっぱ一番マスクのやつはですね、本当に的を得ていて、私も合わないんですけども、はいはい、電子レンジに1、2分入れて、はい、滅菌させて使わせていただきました。はい、あ、ありがとうございます。あと、お気に入りはですね、はい、川遊びの動画が一番今まで見た中でお気に入りです。はい、ありがとうございます。自然を満喫されているようで、ぜひ、はい、コロナが終わったら、はい、行きたいと思いますので。はい、来てください。さんですから、もうすぐ引退ですんで、はい、行きます。はい、ありがとうございます。今、FX を教わってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あきらさん、ありがとうございます。佐野さんとの思い出は数限りなくあるんですけども、実はね、ものすごく接触頻度が高いんですよ、佐野さんとは。なんか日本全国佐野さんいるみたいな感じですね、私が行くとこ行くとこ。ね、中でもね、はい、柴又に一緒に行けたのも大きな思い出でしたね。そうですね、来年こそはですね、また。はい、そうなんですよ。で、前後に、綾沢ちゃんとも待ち合わせして会ってたというね、それがここでつながるということなんですよ。まあ、ですんでね、こう、
今日は全部で6人、私を含めて、集まっていただいたわけなんですけども、私からすると一人一人がね、もう本当家族みたいに身近な存在で、じゃあこの身近な存在を今度ね、私を除く5人の中でも高めていただきたいなと思いまして、今日は皆さんとね、こうやって関わっていただきましたけども、本当にその YouTube とかインターネットっていうのは、なんか、まあ、ありがとうですね。何もかも。本当に嬉しいですね。励まされ、癒され、慰められ、たまにね、なんかこう、石が飛んできたりとかもしますけども。あ、すり傷ですよね、何もかも。はい。ノクさんもね、毎日動画の方を送っていただいて、非常に勉強になるんで、ついにコーナーも作ってしまうという、ね。ありがとうございます。もうありがたいこと、この上ないですよ。ノクさん、すごいですよ。ノクさんに返信する動画も、なんかね、ノクさんの動画も見られてる方が増えてるんで、ありがたいことですね。それを通じてね、はい、私の方に個人的にこうコメントが来て、もっとノクさんの話を聞かせるということも出てますんで。そんな求めてる方いらっしゃるんですかね。まあ、ね、20人、30人いるわけじゃないですけども、やっぱそういう人も出てきたってことなんですよ。まあ、でも、ありがたいことですね。まあ、ありがたいですね。そう、紹介していただいてるおかげですよね。はい。もうね、あやさちゃんなんてファンクラブができるんじゃないかぐらいの勢いで、今日もとっても、ね、山根さん可愛いでしょ？いや、可愛いですね。なんかちょっと緊張しましたね。緊張しますよね。あやさんは話すごい上手ですよね。そうなんですよ。すごい、すごい続くから、すごくいいなと。今朝は焼き芋食べてただけですか？食べてただけですか？ちょっと見たけど、結構ヘビー、結構ヘビーな話されてましたね。はい。いやけどね、まあ、あやさちゃんのトークも、なんと言いますかね、この今の時代を表してるというか、本当にこう、アーカイブしたいぐらいの、内容でね、まあ、非常に気づきが多いかなと、私思うんですよね。で、佐野さんからいただくメールとかにも、まあ、重要な指摘が入ってきたりとか、まあ、そういう皆さんの、まあ、気持ちとか声とか現実に、まあ、支えられて私も成り立っているところがありますんで、精一杯ね、これからも恩返しをしていきたいなと思います。いつも言うことなんですけども、見てくださってる方がもう恩人なんですよ、私から撮ってみると。まあ、ですんでね、たまにね、ちょっと行き過ぎたことも言うかもしれませんけども、まあ、それをね、許してくださるところにも恩義を感じながら、これからもやっていただき、やらせていただきたいと思いますし、そしてね、今日は山根さんをね、対談相手ということで主人公にさせていただきましたけども、またね、今度はあなたに依頼が入るかもしれないということで、断らないでくださいね。たまにやりますんで。はい、じゃあね、ちょうど私がちょっとね、最初の10分ぐらいもたついちゃって申し訳なかったんですけども、22時になりましたんで、まあ予定通りこの辺で終わりになります。なんかこれ予約タッかけてるんで勝手に切れちゃうと思いますから、今のうちに感謝とありがとうございましたの手を振らせていただきます。山根さん、お疲れ様でした。本当にこんな機会ね、設けてくださってありがとうございました。またやりましょう。あやさちゃんもね、来てくださってありがとうございました。あきらさんも。自然に切れる感じです。自然に切れるかもしれないですけども、切れないかもしれないです。はい、でも終了ですね。本当にありがとうございます。やればね、長くなっちゃうんで、本当皆さん、明日のこともあると思いますから、今日は名残惜しいまま終わらせていただきます。はい、じゃあ、あきらさん、花屋龍馬さん、ノクさん、あやさちゃん、山根さん、ありがとうございました。皆さんにお疲れ様でした。山根さんからもご挨拶してください。お願いします。はい。皆さん、本当にね、来てくださってありがとうございました。これからも皆さん、頑張りましょう。頑張りましょう。また会いましょう。はい。また会いましょう。ありがとうございました。